北海道札幌市。俺はいいや。なんで？ああ、俺いいよ。なんで？なんで自分で作るの食べない？いや、いいよ。渡辺龍太さん、35歳。それ、ね、一見微笑ましいごく一般的な家族。しかし、実はこの家族にはある秘密があったのです。ブルちゃん、ただいまー。揃ってあれ、渡辺さん、この方たち、はい、あ、全員僕の妻です。第一夫人の久木ちゃんです。この子が久木ちゃんの子供。第二夫人の彩香ちゃんです。第三夫人の千春ちゃん。この抱いてる子がトワくんです。これで全員ですか？これ、あ、実はもう一人いるんです。第四夫人が、整理しますと、この渡辺さんは事実婚という形で勝手に一夫多妻の夢を叶えちゃった男。彼を中心に4人の妻と3人の子供を持つ総勢8人の大家族なんです。ガチです。今後結婚離婚結婚離婚を繰り返して名字を一緒にしようという話にはなってます。とはいえ、気になるのは一体どんな生活をしているのか。ある休日に密着してみました。おはようございます。今日は、第三夫人と、寝ました。おはよう。家の間取りは 4LDK。 リビングは共有ですが、唯一分けているのが寝室。順番に妻がローテーションで回ってくるようなシステムになってます。最初はそのみんなで寝てたりしてたんですけど、なんか 腕枕で疲れちゃうんですよ。こっちとこっちとあと股にいるんで、大人がずっしりくるんで寝返り打てないし、喧嘩も、まあ、起きたりするんですよね。今日はこっちこっちに、なんか取り合いとかになっちゃうんで。お腹すきました。はい、第一夫人の子供を第三夫人が見ていたり、第三夫人の子供を第二夫人が見ていたり、妻同士バッチバチに仲が悪いってわけではないんですね。子供も犬もいるからね、誰か見ててってもお願いできるし、家事とかも分担もできるし、いやかで面白いね。毎日笑ってくれるんだけど、トワ君全然笑ってかない。怖いんだって、あなたが。女の子好きなんだよ。トワ君もお腹しなさい。指じゃないか。てか、すごいラーメン食べたい。ここまで寒いとラーメンもうまいだろう、ね。皆さんでお出かけすること多いんですか？そうですね、全員基本的に一緒に出かけることが多いですね。周りからどんな感じ？多分よく言われるのが、なんか双子とか姉妹とか。訂正するんですか？いや、訂正しないですね。家族ですって。多分理解できないと思うんで、ここで言っても。周りには理解されにくい家族の形。そもそもどういう経緯で一夫多妻生活を送ることになったのか。マッチングアプリってあって、それで知り合って、一緒に暮らそうよって声かけるんですよ。結婚しようとか連れてきますって、そこでマッチングさせるんですよ。その時に衝撃とか、びっくりみたいなのもなかったですか？いや、びっくりはするけど、ああこういうことか。その場でブチ切れて、なんだママみたいなにはならない。なんない。なんないよね、あの雰囲気だもんね。なんでこう、一人じゃダメなんですか？なんだろう、やっぱ犬好きな人って、一匹だけじゃなくて、もう一匹欲しいなっ
って思う人たくさんいると思うんです。やっぱ女性好きなんで、僕は平等に愛せれば、うん、問題ないんじゃないかなと。やっぱり理解できない。でもでも、取材中家事育児を積極的にこなす姿が印象的だった渡辺さん。そんな優しさに女性は惹かれるんでしょうかね。すごいですね、この育児も料理も、はい、お仕事もされてて、すごいですね。仕事？あ、仕事しないです、暇です。え？え、じゃあ生活費ってどうしてるんですか？生活費ですか？生活費は、あの、彼女とか女性が全部あの面倒見てもらってっていう。彼女？はい、彼女もいるんです、妻の他に。はぁ？実は彼、10年前からほぼ働いていない自称ひも男。そういえば、お買い物の時も。食費だけでなく、家賃、光熱費、車など何から何まで全部4人の妻が稼いだお金で生活。さらにはそれ以外にも2人の彼女が金銭的に支援してくれているというんです。男は解消がないとなんていうのも時代遅れだけど。失礼ですが、4人の夫人たちは一体なぜ渡辺さんの妻になろうと思ったのか。最終的にはどうなりたいんでしょうか。日本で一番子供を作った将軍がいて、徳川家斉さん。その人が53人作って、最終的には子供を54人作って歴史に名を残したいです。と、ここまで見てもらいましたが、取材をいくら続けても謎はますます深まるばかり。というわけで今夜は、一夫多妻の渡辺一家が北海道から六本木のスタジオに降臨。本当に全員平等に愛することはできるの？子供たちへの影響は？一夫多妻じゃダメですか？気になるあれこれ全部聞いちゃいます。では早速ゲストをご紹介してまいります。まずはですね、4人の妻と3人の子供とともにですね、勝手に一夫多妻生活を送っている渡辺龍太さんです。渡辺さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして今日はですね、3人の夫人の皆さんにもお越しいただきました。第一夫人の久木さん、そして第二夫人の彩香さん、そして第三夫人の千春さんです。どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そして第四夫人さんですけれども、ご都合で今日お休みということで、今日はお子さんをね、親しいご友人に預けて北海道からお越しいただいたということになりますね。ちょっと石崎さん、どうですか、その魅力をお話しいただくとすると、はい、魅力ですね、うん、まあ、いい意味で、まあ、常識にはとらわれない方なんですよ、はい、なんで、まあ、他の男性にはない魅力があるんですよ。はい、でもその第一夫人なんだけど、第二が来て第三が来てみたいなことっていうのは どういうふうに受け止めたんですか。でもまあ今はこういう、まあ、一夫多妻っていう感じになってますけど、前からあの他に彼女は当時もいたんですよ。なんで、まあ、そこまで抵抗がなかった、うん、まあ、一緒に住むのも私的にはありかなと思って、まあ、こういう生活に。なるほど。あの、彩香さん第二夫人ということですが、あの第一夫人がいるところに入っていくみたいになったわけですよね、形として。それはどういうふうにご自身の中では、うん、最初はちょっとね、びっくりはしましたけど、はい、ああ、まあ、こういうことかというのと、まあ、離れるっていう選択肢も、まあ、その時あったんですけど、うん、まあ、離れるかここにいるかどっちか考えた時に、うん、ちょっとこの生活してみたいなって思っちゃったのが。どうですか、今暮らしていて、うん、こう意外となんか最初は喧嘩とかするのかなと思ったら、うん、よ、全然なくて面白いです。千春さんはどうですか、こう暮らしがある中に飛び込んでいった形ではあるわけですよね、はい、そうですね、うん、どんな風に、まあ、
付き合ってる時から女の影はちらつかせていたので、はい、まあ、びっくりしたけど、あ、こういうことかって感じでした。受け入れが早いな。もう、あの、どういう話でそれ、あの、折り合いつけて直接こう、なんか一緒に住もうよ、一緒に住もうよって、うん、って言われて、まあ、一緒に住もうは嘘じゃなかったけど、はい、人がいるんだ、人がいるんだ、ああ、これでももともと理想の暮らしですか、もともと描いてたものが実現してきてるのか、こうなるとは思ってなかったのか、渡辺さんご自身はどう思ってる。実はこうなるとは思ってなかったんですよ、うん、なんか気がついたらこういう状況で、楽しみながら女性となんかデートして、はい、一緒に暮らして楽しく毎日やってたら集まってきて、だんだんこうなっていった感じですか、はい、出来上がってきました。よく言いますよね、三角関係とかが男女で一番揉めるのは三角だからで、これが四角になり五角になり六角形になり七角形になり八角形になりって増えるとどんどん円に近づくから丸く収まるっていう。確かに、なんかそれはあるかもしれないですね。増えれば増えるほどなんか関係性がさあ良くなってきますよ、保たれるっていうことですか。で今 ある意味ではお子さんたちが小さいからですよ、だんだんこう学校行ったりしだすとこの関係の説明をどうするかとか生じてくるのかなと思うんですけど、 そこはどう思ってますか。いや、もう一緒に住んでれば勝手に分かってると思うんですよね、うんうん、一緒にお子さん3人がまず同じ保育園に来たら、この保育園側から見た時にもこれどう把握したらいいんだろうとか、うん、まあ、まずいよ、こっちは、こっちは気まずいですよ、大丈夫かな、それは心配になりますよね。シンプルに一夫多妻制ですって言った方が、ストレートに言った方が早いのかなと思って。実際保育園に預けたりとかはある。まだしてない、まだちっちゃい、ね、これからですよね。でその時にはそれこそ結婚という形を取らなければ、うん、お父さんで亡くなるといいますか、形上ってことですね。お母さんの子供になるんだろうと想像されますが、そういうことですかね。そういうことです。で、だけどお父さんとして振る舞って保育園にも行くしとか学校にも行くしみたいなことをイメージされてますから、そこはどんなふうな、うん、多分 今年もう近日に私たち結婚する予定で、まあ、渡辺っていう名前を揃えましょうっていう話は、うん、なってます。家庭の中だけ見てると回ってて、うん、そういう暮らしもあるんだなと思うんですけど、それは多分この国がその一夫多妻制というものを認めてないだけで、はいはいはい、認めてる国の人たちはこれが当たり前で、逆のパターンもあるでしょうし、いろいろあるとは思うんですけど、うん、今のところだから別に法律違反もしてないってことですよね、はい、うん、現状で言うならば一緒に住んでるっていうだけで、うん、一応ルールの中でやってるってことで、はい、で自分たちで夫妻と名乗ってるってことなんで、ね、法律上ではそうではないというだけなんでしょうということですね。別にはい、まあ、ただすごいですよね、その一人でも僕きついのに連絡取ったりとか、この人数と常にいて、でまだ常に他の女の人ともやり取りをしてっていう、その行動力というか時間の使い方は俺無理だなと思います、うん、普通の人間はね。で今その家庭内は完結してると思うんですけど、うん、これ社会と接してきた時にですよね、うん、まさに子供が学校に行ったりした時は、うん、そこは日本社会だったりして、はい、その形の夫婦とか家庭像ってないところと交わってきた時にこうどうなっていくかっていうのは一つね、他の認められた国であればそれが全部当たり前としてなってるんだけど、この日本の国においてはそれが現状ではね、許しませんよっていう人たちがだから大勢いるってことですよね。あと、ごめんなさいごめんなさい、遮っちゃって、これ保育士だから聞きたいんですけど、今後お子さんがまあ大きくなって3歳5歳小学生中学生ってなってて、まあいわゆる物心がついた時に、まあ自分が身を置いてる環境がまあ周りと比較しちゃった場合だと違うなって気づく時って必ず来るじゃないですか。そういう時にどういう説明をしようとかっていうイメージってあったりするんですか。それも結構まあ話し合ったりはしたんですよ、家族で。まあでもやっぱり、まあ、その1対1がまあ難しいので、どうしてもなので、まあ、子供にはまあちゃんと説明して、で、まあ、私的にはそういう偏見を持つ子には育てたくないので、うん、まあ、他にもまあいろんな障害とかで、まあ、そういう孤立してる人もいるかもしれないんですけど、そういう人に優しくしてねっていう教育をしたいなって思ってます。渡辺さん、SNS でもね、はい、この暮らしを発信されてるわけですけど、はい、反響はどうですか。反響は、まあ、ざっくり言うと批判ばかりです、はい、どう受け止めてます。いや、コメントしていただけるだけで、やっぱ盛り上がるんで、はい、それが僕の発信のエネルギーになったりするので、うん、ありがたいなと思って
見させていただいてます。勝手な心配をこれからするとまだ始められてそんなに長くなってない、たたってないじゃないですか。でどんどん婦人の数が増えていった時にすごくたくさん子供を結果5人6人産んじゃう人と、もしかしたらゼロのままの人も結果出るじゃないですか、はいはい、そういう時にいろいろこういう今までの世の中の権力者のバランスでそういう側室みたいなのがいた王様とかだと、やっぱお子さんたくさん産んでる婦人が結果的にパワーバランスの権力の中で強くなるみたいな風になるのかなとか、あと子供たちの発言権ですよね、うん、だんだん物言いますからね、うん、それぞれにみたいなところでこうバランスがで、その中でかつ電気代とか光熱費とかも完全に婦人ごとに頭を数の割り勘ってやったら不公平じゃないかとか、なんかいろんな現実的な問題がなんか出てきそうかなっていう気を勝手な心配なんですけどね、思っちゃう。結構な規模感のね、みんな一緒に住み続けるかっていうのはちょっとあるのかもしれませんね、その意味で言うと。そうですね、共同生活できなくなればまあ、別居という形で取ったりとか考えてます、はい、あの家屋を分けてみたいな、そういうことなんかちょっと嫌い話離れ北の方とかみたいになってくる。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。